アメリカ国防高等研究計画局は、軍隊使用のための新技術開発及び研究を行うアメリカ国防総省の機関である。日本語では、防衛高等研究計画局、国防高等研究事業局、国防高等研究計画庁などとも表記される。略称は DARPA。ARPA の時期に、 インターネットの原型であるアーポネット全地球測位システムの GPS を開発したことで知られている。アメリカ国防総省、国防総省内部部局、大統領と国防長官の直轄の組織でアメリカ軍から直接的な干渉は受けない。構成人員は300人ほど。ダーッパ長官の下には約150名の技術系職員がプロジェクトマネージャーとして 各分野の研究を行っている。技術系職員は公募による民間人が大半であり軍人は少ない。任期は4から6年。ダーパの主な活動は軍事利用を見据えた最先端科学技術の開発である。その中でも軍や科学技術基金などの組織が投資を行わない、隙間への投資を積極的に行う。予算は アメリカ国防総省の科学技術開発費の25%と決められており、2007年度予算は32億ドルになる。DARPA の研究施設という建物は存在せず、実際の研究はプロジェクトマネージャーが企業や大学の研究施設で行っている。国防合同研究計画局は軍の研究開発機関とは独立しており、 軍や議会からの批判や抵抗を受けないという特徴を持つ。1年半から2年周期でダーポテックという一般公募を行っている。これにはアメリカ人だけでなく国外からも参加が可能であり、書類審査を通過した3000人が参加している。この一般公募にはアメリカ軍そのものも一般人と同条件で参加しており、アメリカ軍がダーパーから予算をもらって、 軍内部で研究しているという事例もある。これ以外にも無人自動車による競技大会などを定期的に開いたりして技術の公募を行っている。国防高等研究計画局で行われている研究はすべて一般公募という形を取るため、すべての研究目標が公開されており、一般に取得されているような国費研究はない。2007年現在、DARPA は 長官の下に7つのプログラムオフィスを持っている。国防高等研究計画局では、ダーパーモデルと呼ばれる手法を用いて投資する研究対象を決定している。一見すると空想的な研究内容に予算を与えていることから、評価方法の異常性を疑う意見もあるが、その評価方法は極めて現実的である。プロジェクトマネージャーと長官と政府、 国防総省などの三者間でアイデアと提案の意見交換を行う。挑戦する目標を決定する。解決方法の妥当性評価評価ポイントの設定公募使用書の作成公募を実施実施者を選定実施者との契約アメリカ同時手発テロ事件後の対テロ戦争でマンハッタン計画以来の大規模な国家プロジェクトとも 呼ばれる様々な個人情報収集を推し進めたダーパの情報認知局は監視社会、管理社会化をもたらすと批判を浴びて設置から1年で閉鎖に追い込まれた。しかし、その後秘密裏に一部のプロジェクトが継続していたことをエドワード・スノーデンによって暴露された。軍事訓練システムの開発と配備のための研究プロジェクトであるダーワーズにおいて 米国陸軍の車列護衛の練習用として、オペレーションフラッシュポイント、コールドウォークライシスをもとに、ダーワーズアンブッシュが開発された。その後、オフップユーザーが制作した、アドオンやモッドが無断でこのシステムに組み込まれるという問題が起きたことがある。また最近では、メタボリックドミナンスあるいは、最高の兵士能力、プロジェクトと呼ばれるプロジェクトが開発中である。このプロジェクトは、 兵士が最高のパフォーマンスを、不眠、不休、絶食の状態で維持できるかというものであり、ダーパはこれに多額の資金を費やしている。しかし栄養学者などによると、ダーパ内の他のプロジェクト同様、空想の域を出ないとしている。2015年、動く目標を自動追尾する50口径の銃弾の開発に成功したことを発表している。ドクター・スティーブン・ H ・ウォーカー。 Defense Advanced Research Projects Agency. 二千十六年十二月二十三日時点のオリジナルよりアーカイブ二千十七年一月二十日閲覧ショー・ティムスパイズフォーハイヤー ザ・シークレットワールドオブインテリジェンスアウトソーシング、サイモン,ンシュスター、P221、ISBN9 長7807億4328万2246、動く標的を自動追尾、かわせない銃弾の実験に成功。 CNN,https, コロンスラッシュスラッシュ www.cnn.co.jp スラッシュ USA スラッシュ 35063929.html タグイコールマカルラルストリーズ2017年6月24日閲覧ありがとうございます